自分に自信をつける方法。精神科医カバ参照のカバチャンネル、今日はオーストラリアシドニーのアンザックメモリアルというところからお届けしています。ワシントンのリンカーンメモリアルにちょっと近いような構造になっているのかなというふうに思いますけども、戦争で亡くなった方をですね追悼するようなそういう建物でございます。今日は質問いただきました。わさびさん35歳男性、自信をつける方法と周りの目を気にしなくなる方法を教えてくださいということでございますけども、自信をつける方法ですね、これはですねいい方法があります。それはポジティブ日記をつけることです。またポジティブ日記かよっていうね、カバチャンネルの動画あるいはカバさんの本などをよく読まれている方はそういうふうに思ったかもしれませんけども、ポジティブ日記っていうのはものすごくいい効果があります。まあ今まではねネガティブ思考をポジティブに変える方法、あるいはですねハッピーになる方法、自分の中での幸せ楽しいことを発見する能力を高める方法としてポジティブ日記というのを紹介してきましたけども、自分に対して自信をつけるということにおいてもポジティブ日記っていうのはとっても意味のある有効な方法だと思います。ポジティブ日記の付け方については感情リセット術で詳しく説明していますけど、一言で言うと寝る前に今日あった楽しかったこと良かったこと3つ、まあ、それぞれ1行ずつでいいので日記形式でねまとめてみるみたいな、そういうポジティブなことを日記にまとめようというのがポジティブ日記ですね。それをやるとなぜ自信がつくのかということですけど、今日自分が達成したことあるいは自分ができたことを日記としてつけるようにしてみましょう。そうするとね、あ、私ってこんなこともやっていた、こんなこともできた、実はこういうこともやっていたということが、ね、思い出さないと忘れるというか気づかなかったりするんですね。私たちは日々いろんなことを達成したり実現したり行動して結果を出している、ものすごく大きな、ね、大成功っていうのはそうそう日常の中でないのかもしれないけども、プチ成功っていうのかな、ちょっとした成功、プチ成功、プチ実現っていうのは必ずあるはずなんですね。ただそれは思い出したり意識していかないとですねなかなか発見できないと、見過ごしてしまっていると、特に自分に自信がない人やネガティブな人っていうのはせっかくある程度のことを成し遂げたり達成したりしてもですね悪い方にばっかり目を向けてしまうので、自分は何もできないできないって言ってるけど、いや意外といろんなことができたりするということはねあるんです。ということでそれを発掘するためにポジティブ日記を書こう。今日自分がやった楽しかったこと良かったこと、そういったことに加えて自分が達成できたこと、やり遂げたこと、そういったことを日記形式にどんどん書いていくということです。1週間して見直してみる、1ヶ月して見直してみる、3ヶ月して見直してみると、意外と自分ってこんなこともやっていたんだ、こんなこともできたんだっていうことがすごく分かってくると思うのです。そうするとどうでしょうか。あ、自分って自分のイメージよりも実際いろんなことができてるねっていうことが分かる。それが自信ということですよね。なので自分の自信をつけるためには、なんとなく日々生活していても自信はつかない、実は自分自身の中にすでに達成できている部分があるので、その部分を発見していく、その方法としてポジティブ日記というのはものすごく有効な方法だと思いますので、ぜひ実行していただきたいなと。必ず実行するとやった分だけね自信がついてですねいい方向に向かっていけるんじゃないかなと思いますので、ポジティブ日記超おすすめです。カバチャンネルではすでに1500本の動画をアップロードしていますが、この全動画をリストにしたものを皆さんに差し上げます。1500本もあるので、あなたの悩みの 95% が解決するはずです。1500本全動画リスト、ここからダウンロードできますので、ぜひダウンロードしてください。 PDF ファイルなどで検索もできますから、あなたが見たいテーマを簡単に検索して見ることができますよ。